県内では昨日新たな感染者は確認されませんでした。感染者がゼロとなるのは3日連続です。入院は昨日までに1人が退院し、3人となり、このうち重症は2人、病床の使用率は0 5。.5% となっている。ほか、自宅宿泊療養者はともにゼロです。秋の行楽シーズンを迎え、県は引き続き不織布、マスクの着用など。 基本的な感染対策を徹底するよう呼びかけています。